はいどうも皆さんこんにちは。今日は宇宙で生活していきたいと思います。早速やっていきましょう。ラフトってゲームあるじゃん。海の上でサメから逃げつつ海の上の物資で生活していくってゲーム、その宇宙版だね。宇宙に俺取り残されちまったから、この宇宙の周りの物資を集めてってどんどん宇宙船とかを強化していけばいいらしい。最初は何をすればいいのかな。左下に空気炉か乾き炉か飢え炉か健康炉があるから、そのメーターを管理しつつ死なないようにしてどんどん船を大きくしていけばいいのかな。おお、いろいろとこうやって集められるんだね。まあとりあえず多分宇宙船で事故起きちゃったんだろうね。でバラバラになっちゃったから、その残骸を集める必要があると。了解としました。使えそうなものをいっぱい取ってこっか。はい、でエアタンクがこれ生命線だね。まず第一の。あと食料とか水とかも全く見つけれてないから、それも見つける必要あると思うんだよ。で遠く離れすぎると戻れなくなっちゃうからね。バイバイガスが。ほい、オッケー。思ったよりこれ物資の消費ペース早いな。いっぱいエアタンク集めてこう。もうポーチ持ちきれなくなっちゃったから一回戻ろっか。おーし、戻ってきた。お、なんか書いてあるね。ダクトテープを使用してその場しのぎのプラットフォームを配置します。あー、なるほど。これで集めた鉄くずれ壁とか床とかを作れるんだね。ほいよと。これで間に合わせのプラットフォーム、別の船に近すぎます。こういうこと。あー、オッケー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 。これでできたね。こうやってどんどん足場とか拡張しとけばいいのかな。で、あとはこのクラフトテーブルってのを作ればいいらしい。じゃあさっきのところに置こっか。オッケー、これで作業ができるようになるね。あ、すごい。この地面の上だと、しっかりと重力あるわ。どういう原理か知らんけど、しっかり歩ける。気持ちいいね。で、いろいろと作れるね。SIP コンテナ。あー、なるほど。この SIP コンテナってのが、この全部の元になるやつなのかな。で、これで食料を生産できるんだ。生のジャガイモのか。ジャガイモと、この SIP 水。いや、そうじゃないか。ちょっとよくわかんないね。まあ、ちょっとやりながら行こうか。あー、ビーコンみたいなのも作れたわ。なるほど。このテープ万能だな。で、これ短距離ビーコンを置いたから、使い捨てのエアースラスターを作ればいいらしい。これか。ほい。これでオンにすると?あー、なるほど。これで、この土台の移動ができるってわけね。で、あとは、この短距離のビーコンを起動するために、ちょっと基板みたいなのを集めてこなきゃダメなのか。多分まだクラフトできないよね。これが必要なんだよ。電気だって、電気。これ集めてこよっか。何は?うんこみたいなのした?あ、糞便ゲットしてるわ。汚ね。宇宙で遭難してもうんこはしたくなるんやな。そう、空気だけで今なんとかなってるけど、食料と飢えと乾きもだんだん減ってきてるからね。これをどうにかしないといけねえ。あー、あったあったあった、電気あったね。これでビーコン作れる。で、この脱水食品ってのはなんだ。あ、多分これで SIP コンテナとかさっきいろいろとあったじゃん。これで食べ物を合成できるんだと思う。なるほど、なるほどね。オッケー、これでビーコン完成。で、アイスメルターを配置して構築だって。アイスメルターね。これか。水性を液体の水に溶かすために使用される貴重な青写真。その後 SIP 容器に送り込みます。まあ何言ってるかわかんないけど、その基本的な SIP を構築するための土台なんだと思うわ。これで氷を挿入。水性かな?周りの水性から元素を抽出できるようになるってことだと思うわ。そういうわけではない。あーてか、やばいやばいやばい。いつの間にか空気がなくなってる。いや、これ序盤の方カツカツだね。
空気ないとそれだけで死んじゃうからさ、いや食料と水がなくても死んじゃうんだけど、空気の消耗が多すぎるから、ちょっと気ぃつけてこう。まあ、ついでに、物資も集めながらね。で、あれ？俺がさっき作った足場は？あれ？どっか行っちゃってない？ねえ。あれ？この船の真上に俺置いたよね。あれ？待って、やだ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 。俺がさっき作ったやつどっかに行っちゃってるんだけど。ねえ。え、俺の足場はどこに行ったの？まあ、ビーコン起動しとけばよかった。多分あのビーコンでね、ワープできるようになるっていうことだと思うんだよ。ビーコン起動してなかったからどこに行っちゃったかわかんなくなっちゃった。あった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 。え、ちょっとずつやっぱり移動してない？すごい場所変わってるよね。やばすぎ。OK、これでビーコンオンにする。やばい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 。これ一回勢いつくと、なるほどね。いや違う。あれが移動してるんじゃなくて、あの空気ボンベで噴出しちゃった時に、感性、摩擦がないから無限に移動してたんだ。やばそういうことだったのね。エアタンクもう一個欲しいね。今補給する用と、船を移動するための、移動する用のエアタンクが欲しい。でも近くのエアタンク取っちゃったからもうあんまりないな、エアタンク。なんか明らかに俺今来ちゃいけないところ来てない？周りが煙だらけなんだけど。なんかあの星に近づいちゃってるよね。ちょ、やばい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 。早くエアタンク見つけてさ、これ船移動させないと向こう側に。取り返しつかないことになる。なんかここら辺明らかに近づいちゃいけないから出てるもん。煙だらけ。臭い！視界が悪すぎて周りが見えない。エアタンクをくれ。で、ああ、なるほどね。俺がなんか SIP 容器っての持ってたじゃん。SIP 容器に氷をぶち込むことによって、こうやって水を抽出して水筒代わりにできるんだ。オッケーオッケー、理解いたしました。あ、やっとあった、酸素ボンベ。これで船に取り付けて、ちょっと、一番最初の基地のところまで戻ろっか。感性強すぎて無限に飛んでっからな。オッケーオッケー。いやでもこれ全然まっすぐ飛んでくれない。全然まっすぐ飛んでくれないぞこれ。物理がしっかりすぎてまっすぐに飛ばせない。ちょっとこれで向き変えて。いや全然うまいこといかないんだけど。やばい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 。思ったよりこのゲームしっかりしてるぞ。酸素がないのやばすぎる。水食料なくても3日生きていけるけど、空気なきゃ人間5分と息できないからな。生きられないからな。やばい。初めてのピンチ。やばい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 。いや、え、苦しいのはわかるんだけど、俺も酸素ないんだって。あ。あ。あ。酸素切れたから、酸素切れたから動けなくなっちゃったし、あー体力どんどん減ってく。助けてー。あーこのゲーム酸素切れるとゲームオーバーだ。あ、でも死んだら、アイテムなくなってリスポーンできるのか。オッケーオッケー。ほら、SIP をセットして、で、氷挿入して、水を生成して、で、この生成した SIP 水と、ほら、こうやって食料を食料を組み合わせることによって、ほら、例えば、人間の糞と氷と SIP 水で、水耕溶液作る。で、この水耕溶液と、水耕溶液をもとに多分、農業とかできるようになるんだよ。じゃがいもとか育てられるんだよ。じゃがいもの種ないからできないけど。空気とかを生産するためのやつないかな？エアタンクホルダーはあるんだけど、ないね。今のところ空気を、やっぱり探索でゲットするしかないみたい。で、これ感性で進むことできるから空気大事にいこっか。空気これ呼吸だけじゃなくて推進にも使っちゃうから。
さっきみたいな移動でやってると死んじゃう。で、多分ここら辺の空気とかね、もう取り尽くしちゃったから違うところ行こっか。ちょっと遠く行こう。向こう側行こうよ。せっかくエアタンク今3つもあるんだから、船に取り付けちゃって。OK、これ2箇所オンにすれば回転せずにまっすぐ飛べる。賢い。2つあればこうやって調整できるからね。いいんじゃない？オッケー、やっとこれで船の近くに来れたね。あ、ブレーキ！待って、船行かないでー！ちょっと待って、感性強すぎ！行かないでー！ちょっと待って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 。空気もない、空気もない。え、待って、え？船？ちょっとやばい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 。調整難しすぎだろ。さすが宇宙。母船から離れすぎたものの、逆にね、あり。なぜなら、ここら辺は探索してないから、物資がいっぱいある。ちょっと移動すれば酸素ボンベもいっぱいあるから。どんどん船でかくしていこっか。あー、やばいやばい。上ゲージが。上と水ゲージが。足場広げて、んで、その農耕用の何か作れるよね。それちょっと作ろっか。最優先でしょ。で、まずは、これで、ね、間に合わせのプラットフォーム。はいよと。で、これでさらに、この基本的な水害溝。これを作ろう。OK、これで完成。水耕栽培ソリューション挿入。もう作ってるよね。有効なシードアイテムが必要です。そうだよね。やっぱり種必要だよね。なんか他に食料ない？いやー、ないな。あ、これ作れるじゃん。オッケーオッケー。で、これで食べると。オッケー、飢えと渇き良くなったね。なるほどね。んじゃ、これ結構水査定は大事だな。なんならこの水を作るやつ、いっぱい増やしていこっか。材料足りるかな？で、あと、それと同じぐらいいっぱい、この、SIP コンテナを作っとかなきゃいけないから。ひたすら材料集める感じでいいね。食料のために、コンテナ漁らなきゃダメだし、足場を増築するために、鉄くず取る必要あるし、食料と乾きのために水取る必要ある。SIP コンテナのために、氷も取る必要、あ、ガラスも取る必要がある。オッケーオッケー。じゃあ一回さ、必要なものを詰め込むために拠点でかくしてこうぜ。じゃあ倍速。でもほら見て、だいぶ大きくなったでしょ。で、アイテムさ、もう結構酸素ボンベ集まってきたから、この酸素ボンベを保管するための棚を作ろうと思います。この棚、大型作っちゃおうか。ほいよと。OK、これで酸素ボンベを貯めておける。まあ、2つぐらい持っとけばいいかな。で、はい。水ができたから、うわ、最悪！飛んでくる隕石にぶち当たったわ。隕石これ、当たり判定あるのか？船がすっごい動いてる。これ下手したらさ、船に隕石ぶち当たってこんな感じでさ、すごい勢いで飛んでかれると、帰ってこれなくなるよね。それだるいね。んで、ちょっとまた探索しに行こっか。やっぱりね、どうしてもね、食べ物がね、拾ってるだけじゃ限界来るから、農業したいんだけど、じゃがいもの種がね、見つかんないんだよね。母船のコンピューターをハッキングうんぬんかんぬんとかいうタスクみたいなのがあったんだけど、あ、これかな？データをダウンロード。
なんか進んだね。おう。おう。あ、なんか今、ゲットできたよね。あ、これで多分新しいの作れるようになるのかな？プラス1ロックを解除しますとかあるもんね。船舶コンピューターにハッキングしてその他の青写真を学びます。うんうん、多分、こういうようなちっちゃい母船をいっぱい見つけて、どんどん開いて、どんどんアンロックしていけばいいのかな？えい、そしたらもう、この船は用済みをバラしてしまおう。鉄くずになってもらおう。オッケーオッケー。よーし、だいぶ鉄くずも集まってきたよ。いい感じでしょう。お、なんか新しいの作れるようになってる。食物繊維二つでロープが作れるようになったね。多分さっき、船にとつったる気だと思うわ。お、そしたら、ちょっと鉄が、持ちきれなくなってきたから、鉄を保存するための棚を作ろっか。オッケーオッケー。あと SIP の容器作って、常に自分ちで水を2つ作ってるような、3つ作ってるような状況を作っておこうか。まあ、これで死ぬことはないんじゃないかな、当面は。あとは、どんどん船を探して、設計図探していきたいから、船を大きくして、この溜めたタンクでガスボンベつけて、で、また別の船とか生存者探しに行こっか。どっちに行こっかな？向こう行こっか、向こう。あっち側行こうぜ。いや、あっち側って、宇宙に上も下も右も左もないけど。まあ、とにかく、この今の母船から、だいぶ離れたところに行きたいね。そしたら、行こう、向こうに。おいよと。大丈夫、いっぱい空気はある。ストックが6個に、今手元に2つ持ってるから、8個あるわ。空気心配しなくていい。どんどん燃料用に使っちゃおう。多分ね、ここら辺でうろうろしててもゲットできないからさ。じゃがいもとかは。とにかく一回離れよう。なんなら、3つ目、4つ目つけちゃう？おいよ、おいよ。バイバイ。ほら、めちゃくちゃ遠いね。ほら、もう見えなくなっちゃった。で、こんだけ離れればあるんじゃないの？新しいプラットフォーム。で、農業を始めたい。もうこの燃料一回全部使い切っちゃって、とにかく遠くに行こう。あ、鉄くず。あ、やべ。あ、待って行かないで！ちょっと待って！あ、くれ行かないで！で、あ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 、船、ちょっと待って！あいつ、おい、嘘だろ？おい、おい、やめてくれ！ 150 メートル以上離れすぎると見えなくなっちゃうんだ！おい、待て、やだ！やだ！ 2 時間分集めた物資全部あれに乗ってるの！え？あ、あれ？船、どっかに行っちゃった！ははははは！あ、頑張って作った。集めた物資も全部消えちゃった。あ、もう慣れちゃったから、今日はこんぐらいにしよっかな。いや、このゲームね、アーリーリリースで、このゲームの大枠が作られたばっかりで、ストーリーとかも何も組み立てられてないゲームだけど、すでにだいぶおもろかったね。このゲームが気になった人は、ぜひ、開発者の方へ応援ちゅうことで、このゲームアーリーリリースだけど、買おうね。それではまた正式リリース版でお会いしましょう。んじゃ、バイバイ。